じゃなくて経済だ。経済の形も過ぎない。そうだよ。いきなりは伝わらないように。本当に始まりました、山内チャンネル。さあ、今回もですね、よろしくお願いします。先生にですね、会計知識の講座やってもらおうと思うんですが、第3回目。そうですね、今回はですね、いや前回のちょっと格差に絡むやつなんです。何格差に絡むんですけど、結構ですね、資本主義とか出てくるんですよ。英語でなんていうの？キャピタリズム。キャピタリズムっていうのは、はい、キャピタリズムで資本主義だよ、知らんの、はいはい、そうですね。もうキャピタルって首都じゃん。ああ、資本って意味もあるんで、キャピタル。はあ、はあ、やばこの英語のできました。YouTube でやばいの十何万人に知れちゃったよ。でも授業中は俺の方ができるって生徒たち言ってましたよ。まだ俺の方ができると思うって。俺より今、まあ、英語ができなかったらいけないよって言って一応言ってる。社会主義、あ、そうか、そう、総裁じゃん、総裁。コミュニズム、共産主義とか、やっぱさらりと書かれてるんですよ。で、わからないままただ読んでる。なんか資本主義いいことなんでしょみたいな。なんか。ソーシャリズム悪いことなんでしょみたいな。え、やっぱりそう、社会主義は悪いことだと思うって思ってる人が多いと思いますね。アメリカ人特にコミュニズムとソーシャリズム同じって言っちゃってますからね。ティームティーチングなんですけど、うん、僕その一番上のクラスって、うん、授業でその違いみたいなのを僕の校で書いてあったんでやったんですよ、うん、でその次の校ネイティブの校で、うん、ネイティブはなんか続きのとこからなんですけど、うん、同じっつっちゃってましたからね。わざわざやってたのに、わざわざ違い喋ったのに。いや、同じって、ね、同じ、ソーシャルとコミュニズム同じっつって、あれれれれ、前のところに違い書いてあったんだけど。日本人にとってみれば大きく違いを考える必要はないだと思うのよ、共産主義と。社会よく聞かれるよ、はい、だけど使う場が違うからね。あ、社会主義と共産主義を一緒に使うことはないので、うんうん、全然違うところで登場する話じゃん。こういう場合は共産主義って使わないからね、うん、社会主義って使うけど、やっぱり政治が入っちゃうと共産主義って使うことになるよね。そういったところを解説してもらおうと思います。なんか書いてある。はい、やってもらいましょう。森哲先生、森哲くん、これは対になってるのよ。で、対になってる反対側は何っていうふうに聞いてるんだよ、はいはいはい、ちょっとこれはね、今多分 YouTube 見てる人に、まあ、この専門とかの人がもし見てたら、いや、ちょっと違うよっていうのがなるんだけど、いや、そんなの細かく説明してね、受験生が分かるわけないんですから、分かるレベルで話すよってことでこれです。なるほど。じゃあこれの反対は独裁、いさく、でかい。このレベルだよ。このレベル。やだね、はい、これね、こう考えましょう。一人で政治する、はいはい、うん、悪いとかじゃない、善悪の話なんてこういうところに持ち込んじゃダメで、どういう形でやってるか、これ一人でやってるじゃん、はい、ってことはこっちは民主、そう、複数、違うわ、複数でやるんだよ。ああ、なるほど、なるほど。複数で政治をするってことは、うんうん、こういうテーブルに座って何人かがいっぱいいて、で、何人かで話し合う政治、うんうん、そういうのを何ていうかというと、これが共和制。日本史ではあんまり共和って言葉使わないんだよね、はいはい、日本ってこういう形少ないから、うん、必ず幕府があって、はい、なんか朝廷があってみたいな感じになってるので、うん、こういう形じゃ存在しないんで、どっちかってこっちに近いんだよね、うん、日本の形って。で、これはローマが一番分かりやすくて、はい、やったから分かるでしょ。そうです、ね、ローマって貴族共和っていう時代と民主共和っていう時代が、はいはい、頭に何かがつくんだよ、うん、つまり集まってる人が貴族が集まってたら貴族共和なわけじゃん。おー、なるほど。で、次に座ってる人が貴族も一般人も全部座ってたら民主共和なんでしょ。だからみんなはこれの反対を民主主義って言っちゃうんです、うんうん、民主主義じゃない。お民主主義ってのはこっちだから、いろんな種類が入ってる場合民主であって、うんうん、貴族だと貴族で、これはみんなが席に座ってる状態を共和。なるほど。これが対、まずこれ第一段階。次、おい、これです。全体主義、トータリタリアニズムとかいう長い、これはね、あの当てられる、世界史だと分かりやすく言っちゃうとファシズムを当てた方が分かりやすいんですよ、うん、はいはい、ただファシズムってイタリアでしか本当は使っちゃいけない。おー、そうなんだ。だってファシスト党から来てる、はい、そうですね。で、ナチスはナチズムなんで、うんうん、また別なんだけど、うん、まあただいわゆる受験生レベルで言うのね、受験生じゃない人がいっぱい見てると思うんだけど、受験生レベルとファシズムでもいいです、別に。ファシズムもまた何って何ですかってなっちゃうと、おい、結構教えると分かるんですけど、トータリタリアニズムとか英語で出てくるんですけど、うん、いいもんだと勘違いですよ。なんか全体みんなで頑張ろうみたいに思っちゃう人がかなり多い。でもこうやって書くと違うな、そうなんか悪いやつだったな。だからこれはやっぱり
怖いよね人間って。ちょっとした歴史の中に出てきて人いっぱい殺しちゃえば悪いになるわけですよ、まあ、なので歴史レッテルって言うんだけど、歴史的なレッテルを貼っちゃうことによって形が変わるのは僕は世界史ではダメって言ってる、うん、別にヒトラーをいいとは言わないよ、うん、言わないけど、ああいう人たちが生まれた背景知らないと同じような人が生まれる可能性があるので気づかない。そうですね、話戻しましょう。つまりこれは何なのかというと、これって反対に言うと個人ダメってことなんですよ、はいはい、全体の利害を優先する、うん、全体じゃん、はいはいはい、これだと国全体ね、はい、国全体の利害を優先する、うん、じゃあこっちは個人の利害を優先する、うん、つまり個人の自由がこっちはない、うん、こっちは個人の自由がある、うん、つまり好きなこと言っていい、おっていうことで、こっちは好きなこと言うんじゃねえよみたいな、うん、うるさいよって、うん、でもどう、この名前がなければ、確かにこっちの方がなんかみんな団結してていいって感じするじゃん。例えば苦しい状態の時にはみんな協力してマスクしようよって言ったら、こっちだとさ、うるせえよマスクなんてしてらんねえよっていうのも聞かなきゃいけなくなっちゃうじゃん。うん、そうですね。だからこう危機感が多い時っていうのは、こっちの方のが実は運営がうまい。まさに2020年見れたところではあるんですね。なんでだけど、こういう文字が出ちゃうと悪いなみたいになるんじゃない、うん、つまり自分の個人を押し殺して全体のためになんてのは、うん、なんでそれおかしいだろうっていう、これ見ちゃうとすぐに頭の中に飛び火の人が出てきちゃうんですよ。だからそれが悪いってなるのは良くないので、まず考えるとしたらこの2つの違いとなると、こっちの答えはもちろん民主主義になるわけですね。よく間違えちゃうのは、民主主義でも全体主義でも別にどっちでも構わない。これはその時に生まれた形であって、今はこっちがいいって言われてる。なるほど。まあこっちが人々を選ぶけど、でも人によっては面白いよ。最近はちょっと生の生徒が少ないから思われたけど、はい、昔100人とか200人いた時に、ファシズムの授業の時に、ファシズムって言葉を書かないで、全体重視、個人は何も言わない。その代わりこっちって全部守ってくれるんだよ。病気になったらただ、うん、学校もただ、うん、年に1回何かしら旅行できるものをお金もらえるみたいな、うん、こっちはもう何の保証もしないから、うんうん、だって個人の自由があるのに保証したらおかしくない、うん、なのでどっちがいいっていうと、なんと子供いないとこっち選ぶ。ああ、なるほど。それは別にその選んだ子供が危機感のある生活をしてるからではないんだろうけど、比較的ね、保守的な地域、例えば北海道とか、はい、北陸とか東北とかでそれをやるとこっちを選ぶ人多い。東京はこっちを選ぶ人多い。でも最近東京でもこっちを選ぶようになっちゃう。やっぱり全体的に子供自体が保守的なの。自分は別にもう何も言わなくていいから生活守ってる。不思議でしょ。なるほど。でこれがまあ対になってる。それで人々がってね、さっき言ってました、ディモクラシーですから。ディモ人です。そうです、人々。あ、デモクラシーね、ギリシャですよ、人々。はい、そうですね。で問題はこれです、はい、これは何なのかというと、生産形態。おお、生産形式のがいいのかな、うん、っていう風に考えた方がいいです、うん、つまりみんなのためにみんなが共有して頑張りましょう経済っていう、うん、だからこっちは共有経済なんでね。おー、共有するんですね、うん、でこっちはそうではなくて、全部頑張った分を自分が個人でもらえるっていう、うん、つまりこれは私有なわけさ、うんうん、いや、私有経済、うん、なのでどちらかというとこっちの場合は頑張れなかったやつはもらえない、はいはい、頑張ったやつだけ得するっていう、うん、まさに受験。ああ、なるほど。まあ、こっちだったんです、うんうんうん、でこっちはそうじゃない、頑張っても頑張らなくても同じ学校に行く、はいはいはい、そして一生懸命働いても働かなくても、まあ、みんなの中に一緒にいれば同じ給料だけもらう、みんな同じ、同じものを食べるっていう、だからどっちがいいかはまたこれと同じ選択で、その時の状態によるわけじゃん、うんうん、例えば自分頑張っても本当にダメな人、でもこっち選ぶと思うよ。そうね、死んじゃうもんね、うん、でもすごい頑張れる人はこっちいるとイライラしない。ああ、なるほど、自分はできるのにっていうと予備校業界ということで、こっちが社会主義で、こっちが資本主義なわけ。根本はそこなの。それがいつの間にか政治形態にしゃべりを入れちゃったんだよ。これがソ連で、こっちがアメリカにしちゃったから、はいはい、みんなは資本主義と社会主義を政治だと思ってるの、うんうん、これ政治じゃなくて経済だから、経済の形に過ぎない、うん、なのでどちらかいいっていうのはもうそれは人によって違うでしょうっていう。なるほど、なるほど。でも俺たち日本人はソ連が嫌いだったっていうような、ね、それも歴史的レッテルがあるのでこっちがダメって言われるんです、うんうん、アメリカ人がこれはクソだっていうふうに言うのと同じなんでしょ、うんうん、っていうのはそれはあなたたちは努力してこうやって競争して、でも競争して負けた人たちはこっちがいいって言うよ、はいはいはいね、でもどうです、ちょっと無理鉄的にはどっちがいいですか。それはもう予備校講師ですか
予備校講師で負けちゃったらちょっと大変だよ、ね、そうですね、大変だと思います。本当はだから多数の予備校講師本当はねこの方がきちんと学校の先生とかもこの状態になってるわけさ、はい、頑張っても頑張ってもお金がたくさんもらえない、うん、俺はこんな頑張ってるのに頑張ってないやつがいるのに全部同じ給料だろうっていうのはまさにこの状態、うん、結果言うとこれは滅んだじゃん。そうですね、ソ連が滅んでしまったのでやっぱこっちはなぜダメなのかというと、うん、努力をしなくなる、あっていう、人間が成長しない、うんうんうん、だからこっちの方が人間成長するけど、でも人間って全ての人が強いわけではない。そうですね、弱い方もいるし、生まれてから弱い方や生活で苦しい方はこっちにしてあげなきゃいけない場合もあるわけですよ、うん、だからこういう風な社会の中でもこういう風なのがちょいちょい入ってくる、はいはいはい、それが例えばイギリス労働党、うん、アメリカだと民主党だったりするとこういうのをちょっと入れてくるわけ、うん、そうですね、っていうのがこの大きな違い。なるほど、まあ国としてもねこっちにこっちが入ってきたりね、あそう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 いうやつあるでしょ。そうだけど中国とか ね、 そうですね、ベースがこれなのに経済の中にこれを入れ込むことによっていわゆる社会主義市場経済っていう、今はそうやって両方をうまく取り入れられた社会主義の国が残った中国と、うん、もう一個はベトナム。さすがあ、違う人これで、ね、形は分かる。政治形態と社会形態とで経済形態なんだよね、うんうん、だからこうやって3つ並べたの。みんなはなんかこれを政治の中に入れちゃうからアメリカとソ連で分かれてるんだけど、そうではない。うん、日本の中で、日本なんて今ひどくないですか。だって日本は資本主義だ、個人の自由だとか言いながら助けろとかうるさいじゃん。どうすんだよみたいな。もうだから個人の自由でもっと豊かになりたい、でも平等がいいとか助けてほしいとかって言われたらもう国はお金がない。だから我慢っていうのはどっかで必要だし、でもやっぱり世の中って賢い人っているわけじゃん、成功する人っていうのは。でもそれは出てもしょうがないんでね、こっちで生きてる以上は。格差が出てくるのは、うん、そうなんだよ、よくないんだよ、よくないから、その格差で勝った人はいいけど負けた人たちをどうフォローするかがこちらなんだよね、うんうんうん、一部の中に導入するっていう。そんなの英語のテストに出てきたら大変だよね。そうね、格差って本当出やすいトピックなんでね。いやこれはまたすごい勉強だったんじゃないですか。勉強になったかな。荒らさないでくださいね、こういうのこういうの本当荒れるんだよね。これは難しいから、これに関してはね、まあ分かってんだよ、その分かってないわけないじゃん。だけどもこうやって教えないと明確に分からないってことを言っておきます。一応言い訳いっぱいあります。英語でもそうです、便宜上やってるとこいっぱいあるけど、もう突っ込んできますからね、言い訳ね。まあとりあえずこれでちょっと世界史やりたくなったでしょう、ね、そうですね、世界史の方が面白いからね、はい、まあ、入試がなければね世界史がいいんだろうけどね、じゃあぜひですね、はい、今日先生のチャンネルも貼ってありますので、お願いします。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。ショックのマサラマン。